回も引き続き社畜のゲームやってくわよ。いや、言い方他にもあるだろ。それじゃ駅に着いたから降りるわ。乗客全員降りるのな。ここ終点なんじゃないかしら。絶対めっちゃいるな。近くにコミケ会場でもあるのかしら。いや、通勤だろ。別にパチュリーはボケなくていいんだぜ。あら、そうだったのね。で、どうやら人が多すぎてエスカレーターには乗れなかったわ。何それかわいそう。とりあえず先に進んでみるわよ。あ、出た例のやつ。もはやおなじみとなりつつあるわね。このサーバーみたいなやつは一体どこに繋がってるんだろうな。これもまた何かの伏線なのかしら。やっぱり何も変化ないわね。その後普通にエスカレーターに乗れたわ。後ろにもめっちゃエスカレーターある。こうも長いエスカレーター見ると理科大のキャンパス思い出すわね。理科大？いえ、なんでもないわ。お、あの緑に光ってるのはなんだ？ミュージシャン、ということは昨日みたいにまたおかしなことが起こるのかしら。またガムになるのか？さすがにまたガムになりたくはないわ。あ、頭上に変な丸が。今回は特に変化ないわね。もしかしたら昨日のが特別だったのかもしれないわ。で、誰もいなくなった。そして誰もいなくなる。また変なことになんないといいんだけど。人出てきたみたいだし大丈夫なんじゃないか？そうね。ただ少し嫌な予感がするわ。これはベルトコンベア？確かに近未来的ではあったけど、こんなのあるのかしら。うわ、奥見てみろよ。他にもベルトコンベアと並び続ける人々がいるんだぜ。この私のとこだけ誰もいないのはどうしてかしら。遅刻してばかりだからだったりして。それはまあ、確かにそうだけど。あの、マリサさん。なんだね、パチュリー君。前方に嫌なものが見えるのは私だけかしら。奇遇だな。私にも見えるぜ。とんだヤバそうなやつがな。やめろ、死にたくない、死にたくない、死にたくない。こうしてパチュリーはお空の星になりましたとさ。めでたしめでたし。そう簡単にやられてたまらないわ。うわ、パチュリーその体なんなんだよ。 AD 変換してから DA 変換なんてするもんじゃないわね。日本語でオケ。これからどうなるのかしら。あ、金魚だ。そりゃもう私みたいな会社の役立たずは使い潰され捨てられるってことね。終着点はここなんかじゃないわ。どこに向かうって言われてもな。わからないわ。とりあえずこの引かれたレールから離れないと。とは言ってもそんな状態じゃ。で、足動くのかよ。さて、まずここから離れる必要があるわね。えっちらおっちら歩いていくわよ。途中、緑色の何かの力も借りながら無事に出口らしき場所にたどり着いたわ。ここを抜けたらパチュリーのその体、治るかな。治るのを願うしかないわね。お、戻ってきた。体も元に戻ってるわ。で、これからどうするんだ？とりあえず会社に向かうわ。出た、社畜本能。確かにこのままじゃいけないことはわかるんだけど、今はまだ、私には何かを変えられる力はないのよ。白い光、つまり会社に着いたってことか。この先の通勤経路はまた明日ってことかしら。一応どんな仕事をしてるのか気になる人がいるかもしれないから20倍速でお届けするわよ。全く見せる気なくて草。簡単に説明すると、小さいつぶつぶみたいなのがあるんだけど、これを使って上まで六角形状のものを構築していくパズルよ。で、途中このモヤモヤしたものが邪魔してくるからそれに対応したりするわ。お、一応これアーキテクチャ的な仕事だと思うんだけど、詳しいことは不明よ。まあ末端の社員は知らされないわな。と、そろそろ完成しそうね。ワープホール作ってっと。はい、というわけで今日の仕事完成よ。お疲れ様なんだぜ。それじゃ4日目やってくわよ。いつも通りの朝だな。いつも通りの金魚ね。それじゃ今日も連れてってあげるわ。優しくなったな、パチュリー。いつもの通勤光景だな。昨日歩いたとこもしっかり反映されてるわね。
それじゃ地下鉄の駅から地上へと出たから。周りの人に合わせて会社に向かうわ。この周りの人も全員社会人で毎日無感情に働いてるのか。何か感じるわ。どうしたんだパチュリー。ここのロータリー交差点、何かあるわ。いやこれ中央の車絶対出れないだろ。いえ、そうじゃなくて中心よ。青く、光り始めてる。これはまたいつものやつね。ああ、よくわからないサーバーみたいなやつか。パチュリー今まで何回かこの現象に立ち会ってきたが、特に体に異常はないか？特に感じないわ。って雨降ってきたわね。家から持ってきた傘を差すわ。トラックが出てったわね。何かヒラヒラしたものが見えるが。追いかけてみましょう。狭い路地を進んだ先には穏やかな光が。あ、これもいつものだな。眩しい。私は今、自由に空を飛んでいるわ。すべてから解放されて。それじゃ会社に行くわよ。ああ、借金返さないと、だしな。途中、路地にいるホームレスの人に傘をあげたわ。この人たちは管理された仕事が嫌になってこの生活してるのかな。もしくは能力などで社会から排除された可能性もあるわね。闇が深いな、この世界。路地を抜けるとおなじみのロゴ。ここがパチュリーが働いてる会社か。一流の企業って感じがするんだぜ。とは言っても長時間労働で発給だけどね。会社前の階段を上がってると金魚からこのままでいいのかとの問いが。いやでもとりあえず続けるしかないんだろ。そうね、何をすればいいのかもわからないし。ってなんだなんだ。ビルが降下してくぞ。これが液状化による地盤沈下ね。いや違うだろ。そしてまたミュージシャンに力をもらったわ。ってことはこれからまた面倒なことが起こるんですね。なんかビルが上下に動いてるわね。今日も会社への出勤遅刻確定だな。それが辛い。パッセさん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？真面目にやってきたからよ。というかそのネタ今の子たちに伝わるのかしら。そろそろ頂上に着くんじゃないかしら。このブロックみたいなやつ、もしかして。スクラップにされた人々ね。なんか登れ、進め、高い塔を思い出すわね。あの幸福求めて塔作る歌か。ここで行き止まりなんだけど上に行ってみるわ。天国にでも行くのかな。って落ちるのは聞いてない。タワーオブテラーみたいなもんだろ。安全面で重大な違いがあるわよ。いてて。パチュリー、大丈夫か？おかげさまで。で、おい、手が迫ってるんだが。別に害はないわよ。いやでも私こういうホラー的な演出は苦手なんだよ。で、なんかよくわからないうちにミラーハウスみたいなとこに連れてこられたわ。この迷路を抜けると、動かない自分を見つけるわ。こうやって誰かに抱擁されるの、いつぶりかしら。相変わらず目はトローンとしてるのな。温かくて、心強い。できることなら、このままずっと。と、ここで現実に戻ってきたな。できることならもう少しあのままでいたかったけど。抱擁してくれていたのはこのミュージシャンの人だったんだな。さて、それじゃ会社に入るわよ。パチュリー以外みんな仕事してんのな。遅刻してるの私だけだったのね。まあ仕事は完璧にこなすから問題ないわね。と言っても今日遅刻したんだから明日遅刻したら本当に首切られるぞ。わかってるわよ。次の日、金魚と会話をするも、私が何も行動しないのを見て、金魚に見放されてしまったわ。自分から進んでトイレに入るとは。見物世界だといいわね。安定のカットシーン。昨日で通勤までのルートすべて到達したから、今日は会社まで全カットかしら。で、今日はちゃんと時間に間に合ったのか？いえ、多分遅刻したわ。あら、今日のマイルストーンはやけに簡単そうだわ。で、どうしたパチュリー？いや、ゴールが逃げていくのよ。どういうことだ？さあ、私にもわからないわ。届かない。どんなに追ったとしても決して届くことはない。この生活が良くなることも、会社が良くなることも。そしたら今、私ができることは何かしら。
金魚がいなくなった今、このまま現状維持したところで元の無感情で無個性的な生活に戻るだけ。行動するなら、今しかない。パチュリー、大丈夫か？マリサ、大丈夫よ。一見、秩序を保ち、周りに合わせて行動することは正しいことに思われるわ。今まで私はそうしてきたし、それでいいと考えてた。だけど、それは間違ってたのよ。私はそれに気づいた。だから今こそ行動するのよ。すごい。パチュリーが立ち上がっただけで周りのモニターが消えた。私には、やるべきことがある。おい、パチュリーどうするつもりだ？そんなの決まってるでしょ。この会社は社員に退屈な仕事を長時間行わせる。一方給料は少なく、社員の感情や個性を殺させる。そして挙句の果てには使い捨てられる。この会社は私たちを幸せにしないのよ。私は幸運なことに、この会社が私たちをおかしくしていることに気づいた。だからそう、ここで働いてる他のみんなにも気づいてほしいのよ。そのためには、この会社、元いシステムを変えるしかない。さあ、システムの中枢部分まで来たわよ。パチュリー、どうしてモニタ消したり入れないドア開けたりする力持ってるんだ。青い光が出るサーバーみたいなのに今まで接続してきたでしょ？ああ、ってことはあれによってシステムが書き換えられ、パチュリーに最高権限を与えた、ってことか。おそらくそんな感じよ。ただこのシステムを破壊するには物理的に壊さないといけないようね。ってことはこの塔みたいなの登るのか。ロゴマークの部分が全てのデータが集まるシステムの核のようね。かなり高いとこまで登ってきたが大丈夫か？少し風が強いわ。だけどここまで来たからには歩みを止めることはできない。金魚にこの光景を見せられないのが残念だけど、今度会ったら自慢してやるわ。どうやら到着したようだな。さっさとこんなシステムなんて壊してやるわよ。今までこのシステムで何人もの人が使い捨てにされたことか。誰も幸福にできないシステムなんて、いくら高度なものであったとしてもいらないわ。なあパチュリー、これ破壊すれば他の社員の人たちも幸せになるのかな？全員が全員すぐ幸せにはならないでしょうね。彼らは無感情で無個性的に働いていたもの。だけど、気づきは得ることができるんじゃないかしら。これで、最後。お、システムが機能を失ってるようだな。完全に停止したわ。やった、やったぞパチュリー。これでもう、この会社は死んだも同然。今日はカツ丼ぶりでもおごってやるぜ。いえ、その必要はないようね。おいおいおい、土台がバランス崩してる。システムを破壊した代償、ってところかしらね。投げ出された、パチュリー。せいで何かに捕まったりとか、ってパチュリー。この感覚、すべてから解放されて、太陽の暖かさが体をほんのり包み込むわ。パチュリー、そんなことより助かる方法を。私は今まで死んでるように生きていた。だけど金魚、そしてミュージシャンたちと出会って世界が変わった。今、自信を持って言えるわ。私は今、生きている。あ、パチュリー。おいパチュリー、しっかりしろ。お前はまだあのクソゲーやるんだろ。やっと感情、個性を取り戻したというのに。こんなの、あんまりじゃないか。ってお前は、金魚。お願いだ、パチュリーをどうにかしてやってくれ。今こいつを助けられるのは金魚、お前しかいない。ありがとう、ありがとう。ここは。パチュリー、気づいたか？手に持ってるのは、ギターかしらこれ。どういうことだ？お前は確かビルから落ちて水中から引き上げられて。まだ確証はないんだけど、あの高さから落ちたら、さすがに死んでると思うのよ。でも今こうして周りのミュージシャンたちと演奏できている。私は、あの世界の住人とは違う存在になったのかもしれないわ。つまりあの世の存在ってことか？さあ、わからないわ。でも、これでよかった気がするわ。ここでは自分らしく、好きなものに打ち込み楽しく過ごせる。自然もあって、静かな野原の中私たちの音楽がここら一帯を包み込む。かねてから私が望んでいたものよ。そっか、パチュリーがそう言うんだったらこれでよかったんだろうな。ただ少しさっきの世界に未練でもあるのかと思ってな。未練なんてないわよ。あの生活では私たちは幸せになれない。それに気づいたし、周りに訴えかけることもできた。それでもう、よかったんじゃないかしら。というわけでモザイク、いかがだったでしょうか？あ、もう終わりなのこ、そうね。
感想としては途中の音楽や表現は素晴らしく、没入感あるゲームだったわ。確かに効果音とかも臨場感あったよな。ただ欲を言えば、もう少しラストの説明があってもいいかなと感じたわ。まあ、あの後どうなったとか気になるわな。それとこのゲーム2000円くらいなんだけど、プレイ時間2時間くらいでクリアできちゃうから、もう少しボリュームあってもいいかなと思ったわ。それは確かに。とは言っても、久々にこういったインディー系の面白いゲームプレイできてよかったわ。まだスタックロールは続くけど、この動画はこの辺りで終わりにするわ。おう。ではここまでのご視聴、ありがとうございました。また別のシリーズでお会いしましょう。